とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン11、周回していきたいと思います。今回は、おそらくショートカットがありません。なので、持ち込みで行って、13分ぐらいで一周なんですよね。なかなか周回が時間かかってしまう。今日は、20周行きたいと思います。ちょっと1日でやるのはめんどくさいので、とりあえず10周して、次の日10周ということでやっていきたいと思います。では、いいの出てきてくれるかな？それでは1周目ですね。何が出てくるかな？やっぱり時間がかかる。ツインボーいらない。クールダウンなし。でもね黄金が332だね。オッケーオッケーオッケー、出る気がするぞ。まあ、ここは3でポーションバリアまでついてる。いいよいいよ、今日出ちゃうかもしれないよ。2回目微妙だね。クリティカル3だったら、まあまあまあ、いけなくもなかったかな。トゥルースシーカー。右左のエンチャント、左はまあまあアンチャンティングあるか。右が若干微妙だね。爆発入れても、そこまで火力は出そうにない。ダメです。はい、次。3回目。ポーションバリアついてるね。惜しい。惜しいよ。イカは？クールダウンだけだな。クールダウンだけですよ。クールダウン、雪玉。あとの2つがちょっと微妙すぎるね。これじゃダメ。呪いの斧。黄金3で、真ん中が、クリティカルだったらよかったかな。次はどうだ。いいかもしんないよ。黄金さんがついてる。どう？1か。まあ、真ん中のエンチャが良くないから、まあ、別に使わないけども。惜しいね。こっちは？ソウルフォーカスか。でもまあ、3はね、出てるから、そのうち出てきてくれるはず。5回目、もうすでに1時間以上経過しましたね。長い。とにかく長い。クールダウンもついてない。ついてない。違うんだ。どうだ。重力に悪くないよ。悪くない。爆発2か。下のエンチャントは全然悪くない。まあ、チェーンが嫌いだから、使う気はしないけどね。黄金さん。いや、出るよ、出るけど、物が悪いね。物が悪い。お！惜しい！惜しい！いや、惜しくもないか。まあまあ、でも、クールダウンショット、いいのはついてるよ。スイフトストライカー、輝きか。下はね、門、文句なしだと思う。そうね。文句なし。これ、黄金に追い打ちだったら、よかったな。いろいろと問題あるわ。重力と、リフレッシュ一緒だしね。そうな。これも、黄金3だったら当たりだったけど、なんか惜しいの出るよ。どうだ？ピンクスコーン乗れるぐらいか。ダメ。クールダウンショットはつくよ。ついてるついてる。よっしゃ、次。来てください。まあ、これダメ。ポーションマリアもクールダウンもついてない。左が良くないし。虚無、まあ2でも悪くはないよね。左が良くないな。
それでは今日の折り返し地点、クールダウンはついてるけどもポーションバリアがない。ポーションバリアとクールダウンはもうセットだよね。もうセットでいいと思う。こっちにはクールダウンのみか。統合してくれ。夜の棒も入ってない。どうだ。クールダウンなし。豪華もね、無敵にはなるんだけども俺はちょっと使いにくいと思ったかな。厳選が難しすぎんのよね。まあまあ超理想的なやつで言えば使ってはみたい。あー来た、当たりが来た、当たりが来たぞ。重力、クリティカル、追い打ち、リフレッシュだね。でも衝撃波がねついてるっていうので、呪いの斧の方が俺は好きなんだけども、まあまあまあでも理想的な4つはついてますね。まあ OK でしょう。これはまあよし。どうだ。あー惜しいね。惜しいね。黄金がダメですね。黄金のところに、そうね、クリティカルがいけば、まあ、ベストだったんじゃないですか。あと、追い打ちでもいいか。で、こっちはダメ。リフレッシュついてないね。ついておりません。惜しい。ラスト3回です。クールダウンなし。エンチャは悪くない。あ、いや、一番右がいまいちかな。あ、いやいやいや、ダガー系には合うか。まあ、いらないね。おい！ここで来ました、255。あと2回です。ついてない。黄金がダメ。まあ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 ね。もともと、クールダウンついてるんで、ポーションバリアついて、いいんだ。で、右側も、まあ、激光と、ドッグフォーカス、防護、悪くない。いや、でも、黄金がソウルフォーカスなんだよね。ラストです。やっぱりクールダウンはついてくれなかったか。ベールももちろんいらないね。惜しかったな、なんかね。はい、ということで、今日は2日かけて20周やりましたけども、まあ、使えそうなのは1つぐらいだったかな。できればね、もうちょっとね、勇者、英雄がポンポン出てきてくれれば、チャンスがあると思うんだけど、勇者、英雄がまず出にくいんだよな。あれをなんとか、ください。お願いします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。